国枝四郎「死の復讐」「1」「季節は5月」「花の盛り」南方ロシアのドン川の岸はペルシャ毛戦でも敷き詰めたようなもろもろの花が咲いている」「ジキタリスの紫の花びらは 王冠につけた星のように荒野の中で輝いているしルビー色をした石竹の花はちょうど陸上のサンゴのように緑藻の波に揺られながら火に向かって微笑を投げている若い一人の放浪者がドン川に沿って上流の方へ疲れた足つきで歩いている蜜を漁さる蜂のうなり やぶでいいているうぐいすの声空の大会に漂いながら絶え間なく歌うひばりの歌など地にも天にも春をことほぐ喜びの声が満ち満ちているが若い放浪者の顔つきには憂鬱ばかりが救っているどっちを見ても荒野であるところどころに部落があるそれは コサックの部落であって経験の声や馬のいななきや若い男女の笑い声などが風に運ばれて聞こえてくる若い放浪者はドン川に沿うてやはり疲れた足取りでどこまでもどこまでも歩いていくそしてその顔には恐怖と憂鬱がしつこくすくっているのであった やがて日が落ちて夜となったさえきった空には星の群れが猫目石のような変化ある光を代わる代わるに投げ合って夜の神秘をささやくのを羨ましくでも思ったのかいざよいの月が野の地平線へ黄金の盆のような顔を出したドン川の水は月光にいられて銀ぱくのように白く輝き 荒野は一面に梅雨でも降りたようにネズミ色にもうろうと光っているポカポカと暖かい夜の空気甘く花を打つ野草の匂いオメの野鳥のさざめきごと南ロシアの夜の風情はなんと美しくあることよしかし 美しいこの光景も若い放浪者には無価値と見えて目を上げて野面を見ようともしない彼は疲れた足取りでノロノロと歩くばかりであるどこまで歩くつもりだろうどこから歩いてきたのだろう夜中さまようつもりかしらだいぶん疲れているらしいのに もし止まろうと思うならコサックの家を叩くがいい彼らは喜んで止めるだろうそれが彼らの道徳なのだしかし若者は部落まで行って家を叩こうともしなかった今にも倒れそうな足取りで彼はノロノロと歩いていくコサックの部落を通り過ぎて 果ても知れない荒野の姿が若者の眼前に現れた時にはさすがに彼も心細くなったか、丘の上にたたずんでぼんやりと辺りを見回した丘の真下にはわずかの高知と三軒の草屋とが立っていたがいざよいの月に照らされてさも懐かしげに見えている若者はじっと と考えた。それからお顔を降りたのである一軒のうちの前に立った時どうやら仲がにぎやかで共演でも行われているらしいので彼は黙って立ち去ったそしてそれから彼にとっては「運命の家」とも言うべきところのもう一連の草屋へ。 入っったた。のであった「荒野は月光で光っているドン川の水は銀箔のように白く鮮やかに輝いているコサックの部落はすでに眠ってかがり火ひつ見えようともしない荒野は寂しく静かである静かな荒野を驚かせて ったのきがてトン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 とコサックの家を彼らは顕別にどやしつける「こういう若者がこの辺りをブラブラ歩いてはいなかったが。か?」したのひげをピンと跳ね上げた警視ゴロネフはいかめしい声で脅すような調子で聞くのであった。 そんな野郎知りましねえだどのコサックもこんな調子で快い眠りを覚まされたのが勘に触ったとでも言うようにぶっきらぼうに言い放す何知らないって嘘をつけ隠し立てをすると承知せんぞそれでもそんな野郎知りましねえだ 彼らの答えは同じであるゴロネフ警視もしかたがないので馬をまた先の方へ走らせるこうして彼らは月光の下を鹿のように早く走ったが丘の頂上まで来た時に目の下に見える2軒のうちのその1軒のハイド畑の辺りでピストルの音が起こったのをとっさにはっきり耳にした。 左側の家だぞ。それ進め。ゴロネフ警視は真っ先に丘を向こう側へ駆け下りたそして家と家に挟まれたコーチのところまで乗り付けた時左側の家のハイド畑の上にうつむきに倒れている人影を見た彼は馬から飛び降りて人影のそばへ走っていきその人間を抱き起こした 60を過ぎた老人で弾で心臓をやられたと見えて血を胸に流して息絶えていたにを探せ犯人を。真っ先に家の中をせ、っのしてみろ。警官たちは一斉にハ戸口から中へ入ろうとした。すると、 帰って、ハイド口を、家内の方から押し開けて、廃イ畑へ出た男がある。驚きのために目を見開き、口を大きく開けたまま、警官たちには目もくれず、死んでいる老人へ近寄っていった。例の、放浪の若者である。警視は、若者を認めるや否や、死人を捨てて飛び上がった。アルブズフだ捕まえろ たちまち放浪の若者は両手に手錠をはめられたそれで初めて気がついたのか警官たちを見回したが「政府の犬目がもうダメだ!」彼は頭を下げたのである「もうダメだとももうダメだよ!」逃げかけた獲物をようやくのことでとっつかまえた猟犬のように 鼻をひくひく動かしながら、ゴロネフ警視は近寄ってきた。もうダメだとも。もうダメだよ。彼は、もう一度繰り返した。ロストフの牢屋を破国して、君が逃亡して以来、どんなに俺は探したことか。しかし、とうとう捕まえた、アルブズフ君。大学生君。 無政府主義の死したる君を、飛んだところで捕まったね。まさかに僕も死したる君を哀れな老人を撃ち殺した殺人犯人として捕まえようとは、夢にも想像しなかったね。もうダメだとも、もうダメだよ。今度は、君も助かるまい。何僕が老人を殺したって そんなバカなことは断じてない何のために老人を殺すんだ殺すわけがないじゃないか僕と殺された老人とは今夜初めて会ったんだ老人はこの家の主人なんだ僕は老人にお願いして今晩だけ止めてもらったんだ老人は僕を憐れんで日清のご馳走をしてくれたそれから僕に部屋をくれたその部屋で僕は眠ったはずだ するとピストルの音がした驚いて庭へ出たところを君たちに捕まったというもんだ僕は老人に恩こそあれ恨むところはちっともない何のために老人を殺すんだ若者は怒りに震えながら鋭い声で弁解したその時一人の警官がコーチを横切って流れている小川の岸をあさっていたが いのそばへ飛んできててかかひそひそささやいてから棒切れ用のものを手渡したもうこのころには共演をしていたもう一軒の家の中から大勢人々が走ってきてコーチの周りを取り巻いてこの問答を聞いていた中にその家の主人がいたが何か口の中でつぶやきながら時々ニヤニヤ笑ったりしてその辺を行ったり来たりした やっぱり60を過ぎていたが殺された老人とはにも似つかず油切ぎっていかにも達者そうだ地本というのが彼の名で殺された老人の遺作とは親の代から仲が悪く2人の間の仲の悪さはこの辺の部落でも評判であった何のために老人を殺すんだとどんなに君が怒鳴ったところで 僕はちっとも怖くないよ。イシ・ゴロネフは嘲笑いながらぐんぐん尋問を続けていくロストフの死を逃げ出す時と彼は厳かに言葉を改め君は同主義の友人から拳銃を一丁もらったそうだがその拳銃はどこへやった別にどこへもやりはせぬ若者は 片手をズボンへやって隠しの辺りを探ってみたしかしそこには何にもない「ない!と」と彼はつぶやいたその顔がいくらか青くなった「今はない」とでも言うのだろうそれはいかにもないはずだ君は老人を射撃してから自分の犯罪を隠そうため うを川へ捨てようとした君は投げ込んだと思ったろうがその実拳銃は川のちから3寸ほどこっちで止まっていたすなわちこれがその拳銃だ彼は拳銃を前へ出して若者の目の前で打ち振ったそうですそれは僕が友人からもらった拳銃ですしかし 断じてその拳銃で僕は老人など撃ちません <laughs> 若者の声は打ち震え嘆願するように響いたが警視は黙って横を向いた若者は家の中へ引き入れられ仮に一室へ監禁されたやがて部落の医者が来て死人の検視が行われたたった一発の弾が死人の心臓を貫いている そしてその一発の弾丸は若者の持っていた拳銃にまさしくぴったり合うのであってそして一方拳銃の方では六発込めてあった最初の弾丸が一つだけ発射されているのであった若者の罪は争われぬ彼が老人を殺さないで誰が老人を殺したろうただここに一つ不思議なことは 死んでいる老人の右の手が倉庫の種を握っていることであるいは老人が裏の高地へ倉庫の種を下しているところを狙い撃ちされたのかもわからないそうだそいつはわからない3こういう事件があってから2か月の日が過ぎ去った。 その時部落の人たちは遺作殺しの若者が死刑に処せられたということを風の頼りに聞くことができたそれで一旦忘れかけた遺作殺しの一件が人々の間によみがえりひとしきり噂をされたけれどやがて再び忘れられたこうして春も夏も過ぎ 秋草の花が咲き乱れる初秋の季節が訪れてきたある日部落の人たちが野遊びに行った帰り道をイサクの家の裏手に出た全く孤独なイサク老人がああいうあ様で死んでからはその家に誰も住むものはなく幽霊屋敷と言いふらされてあれに荒れたまま立っていたがさすがに季節は争われず 家を囲んだ秋草が所江顔に咲いていた見る影もないあばらやと清らかな秋草の対正とが一つの調和を表してなかなか捨てがたい風情なのをその連中は嬉しがって互いにはしゃぎながら見回っていたそして不幸な伊作老人が拳銃の弾丸で心臓を撃たれてそのままうつむきに倒れていた 阿瀬へ来た時に一斉に簡単の声を上げた虹が地上に降り敷いたのかさまざまな宝石をこぼしたのかと間違えられるほど美しい花畑がそこにあったからで彼らはそこへたたずんだままうっとりと眺めていたしかし彼らの甲骨は次第次第に冷めてきた そしてその代わりに、従面が彼らの顔を占領した。彼らは互いに目を見合わせ、しばらくじっと黙っていたが、突然、わっと叫び声を上げると、人家のある方へ足を空にして一三に逃げ出した。何が一体起こったのだろう。彼らをそんなに恐れさせる、どんなことが、花畑にあったのだろう。 何者か種をまくときに文字型にそれをまいたと見えて種からはい出た草花の花が文字なりにくずれずに咲いているそしてその文字はこうである「チホンが俺を殺したのだ」うわさはたちまち広がった のの人々は言うのである。執念というのは恐ろしい殺された遺作は地獄の底から本当の犯人を名指ししている生前住んでいた屋敷の高地へ秋草の花を媒介にして地本が俺を殺したのだと恨みを述べているじゃないか本当の犯人は地本だったのだそういえば チホンとイサクとは親の代から不和だった。チホンがイサクを殺したのだ。あのかわいそうな大学生は無実の罪で死んだらしい。偽の犯人が殺されて本当の犯人が生きていたではなるほどイサクも浮かばれまい。その悔しさが固まってコーチへ。 花文字を咲かせたのだろう間もなく噂ははるか彼方のロストフ市へも広がった事件を扱った法官たちは捨てておくことができなくなってやむを得ずチホンを召喚した部落の人たちはそれを知るとこう言ってお互いに話し合ったそれなのにチホンは10日ばかり立つと まるで何事もなかったかのように自分の家へ帰ってきた部落の人たちはそれについてまたおせっかいにも噂した「チホンめきっとうまいことを言って奉還をだましたに違いない」これが人たちの意見であったその実チホンは奉還に対して別にうまいことも言わなかった彼は 自分の思っていることをただ正直に言ったまでであるそしてそれには証拠があるそれは余震の長所である念のため長所の一部分をここへ掲げることにしよう四予備長所何にもかも見通しの奉還様 私は嘘などは申しません。私は自分の思っていることをただ正直に申し上げます。そうです。私とイサクとは親の代からの喧嘩相手で大変不和でありました。 実際私は幾度となくイサクの野郎をとっつまえて殺してやろうかと思いました。ですから、無論イサクの方でも私がキャッツを憎むくらいに私を憎んでおったことは、キャッツの態度や他人の噂で私には分かっておりました。全体、 どうして親の代からそれほど不和かと申しますに、実は私も、おそらく伊作も分かっていないのでございます。他人の噂によりますと、ずっと昔に親親の代に、伊作の父親が私の父の電池をごまかしたのが喧嘩のもとだと。 このように一人が言うかと思うと、またある人はそれとは反対に。私の父が伊作の父の山林を無断で伐採したのが喧嘩のもとだと申します。どちらが本当でどっちが嘘か。私も知らず、伊作も知らず。おそらく、 私たちの親親も明瞭とは知らずに、ただむやみにいがみ合ったのではあるまいかと、このように思うのでございます。ところが、ここに困ったことには、私たち両家のこの不和を、ますます不和に導くような、ある事情があったのでございます。それは、ほかでもありません。 私たち両家だけが部落とはなれてたった2軒だけ丘の下にしかも向かい合って立っていることでこれがふつうの中でしたらお互いにさみしいのが仲立ちとなってかえって親しくなるのですけれどいがみ合っている中だとすると絶えず姿を見ているだけ。 憎しみも恨みもますますたまって、不和が一層不和になり、しまいの果てにはぶつかり合う。ところが、私たちの中ときたら、象に満ち満ちておりながら、面と向かえば、お互い同士、決して感情を表へ出さずに。 互いに世辞の言い合いをして別かれてしまうのでございます。ですからゾウはお互いの胸に張り切れるほど溜まっていても、はけ口がないため、ますます溜まる。溜まれば溜まるほど内向する。どうで、最後は分かっています。お互いに、 陰険なやり口で恨みを晴らすのがオチなのです。ところが、むろんこの私は伊作を憎悪しておりましたが、しかし、私の憎悪の方は、伊作が私を憎悪するよりも、量において少なかったと思います。言いかえると、私よりも、 イサクの方がはるかに私を憎んでいたとこういうことになるのですよしよしそれは分かってるお前とイサクとが不和であって憎み合っていたということはお前の説明でよく分かったしかしそれではお前の身がかえって危なくなりませんかお前は現在 遺作殺しの嫌疑者として召喚されているのだぞしかるにお前は遺作との不和をおかしいほどくどく言うではないかこのようにくどく申し上げることがかえって私の嫌疑を晴らす一番の方法なのでございますさようかそれでは言うがよいがその前に二三聞くことがあるお前は拳銃を持っているか 確かに一丁持っております。それはどのような拳銃か子供用の玩具でございます。何子供用の玩具だと危険性を持っている玩具かな弾丸はキルクでございます。その上糸がついていまして、決して遠くへは飛びません。 バカなことを申すなバカなことを。それでは拳銃ではないではないか。はい拳銃ではございません。けれど遠方より眺めますと本物の拳銃に見えますと見えてさくはそう思っておりました。どうやらお前の言葉には何か別の意味があるらしい。 いずれ説明を聞くとして、お前はあの晩、自分の家でどのようなことをしていたか。私の誕生日でございましたゆえ、十人ほど友達を招きまして、カスを飲み合っておりました。イサクの殺された時刻は、確か午前の2時であったが、お前は何をしていたか。カルタをやっておりました。 どこでカルタをやっていたか自分の家の喫煙室で幾人でカルタをやったのか友達3人とでございます友達の名を言ってみろクズミンイワノフアレキセイその3人の友達はイサクが殺されたその時刻にお前が室内にいたということを お前のために神に誓ってきっと証明するだろうな必ずすると思いますもしご不審でございましたらその三人をお呼び出しの上厳重にお調べくださいますよ必要によって調べもしよう何かお前に言うことがあったらなるたけ簡単に言うがよいそれでは 先ほどの話の続きを申し上げることにいたします。私がさくを憎むよりもさくが私を憎む方がどうして多いかと申しますに。さくの家が私の家よりひどく貧しくなったことと。私はこのように達者ですけれど、イサクは 肺病と胃がんとですっかり体を痛めてしまって余命少なくなったこととがその原因でございます。親譲りの恨みがある上にその恨みある相手のやつがつまり私でございますがそいつが自分より金持ちでもあり達者であるといたしましたらま 全く、それは二重三重の恨みを持つはずでございます。私の友達はそれを案じて「早くこの土地を立ち去れ」などと忠告したほどでございます。その友達の話によれば相手の伊作は死に物狂いで自分の命をおとりに使っても私の命を取るとか言ってい って騒いでいるとかいうことでした。そういう家中に飛び込んできたのがあの気の毒な大学生のアルブズフとかいう人で、イサクはその人を一目見るとすぐ止める気になったのです。なぜかと申しますに、その人が犬銃を持っていたからです。 ちほんはここでつわをのんで少しの間だまっていたそれからひといきに言いだした「わたしの目にははっきりとあの晩いさくめが何をしたかわかっているのでございます」もちろん見たのではありませんけれど見たよりはっきりわかっていますそれも イサクとあらそっていたこのわたしだけがわかるのでほかのだれにもわかりませんいさくはあのばんあのわかものをりんしつへとめてやりましたそれからわかものがねむったころわかもののへやへはいっていってけんじゅうをぬすんでもどってくると まこうとよういしておいたたねばこからたねをつかみだしはいびょうといがんとでやつれきったあすにでもしにそうなからだをはこんでうらのコーチへでていくとれいのもんくをじめんのうえへゆびでかき記しるしそこへあきくさのたねをまきそのてで 拳銃を胸へ当てて引き金を引いたのでございます。そして最後の力を振るって拳銃を小川へ投げ込もうとしてそれだけはついついしくじりました。これが一切でございます。あの伊作目を殺したのは 医作自身でございます。ほかの誰でもありません。ただし医作目は何のためにこんな芝居を打ったのか。しかも命を棒に振って。それは説明を要します前ま。何もかも見通しの奉還様にはまして いは要しますますただあのかわいそうないさくめはそうでもしなければこのわたしへふくしゅうすることができないとけなげにもおもいついたのでございましょう。